ピアノ競争曲第5番編法調調作品73は、ルートビヒ版ベートーベンが残したピアノ競争曲の一つ。皇帝の通称で知られている。いわゆる、傑作の森と評される時期に生み出された作品の一つであり、ナポレオン率いるフランス軍によって、ウィーンが占領される前後に手掛けられている。ベートーベンが生涯に完成させたオリジナルのピアノ競争曲前後曲の中では、 最後となる作品であり、かつ初演において、他のピアニストに独創ピアノを委ねた、唯一の作品でもある。1808年12月末頃に、スケッチ着手。同月22日に、アンデアウィーン劇場において、ピアノ競争曲第4番と長長や、公共曲第5番、運命、同第6番、伝園などの新作の初演を兼ねた4時間に及ぶ。 長大な演奏会を開いていることから、当該演奏会の直後に当楽曲のスケッチに取り掛かったものとみられている。この演奏会ではベートーベンが自身によるピアノ即興演奏や自身の新曲の一つとして発表され、後に公共曲第9番合唱譜のルーツ的存在の一つとして知られることになる合唱幻想曲の初演のピアノ独奏を務めたりもしていたことから、 この演奏会が当楽曲の創作に向けて刺激を与えたとの指摘も存在する。翌1809年の4月頃までにスケッチを完了させ、同年夏頃までにソ付スケッチを書き上げたものとみられるが、出版にこぎつけるにはさらに1年程度の期間を要している。織氏も当楽曲のスケッチ及び作曲に取り組んでいる最中にあった1809年。 ナポレオン率いるフランス軍がベートーベンが今日構えていたウィーンを完全包囲し、その挙句にシェーンブルン宮殿を占拠した。これに対しカール大公を率いるオーストリア軍は奮戦するも、フランス軍の勢いを止めることはできず、ついにウィーン中心部を砲撃され、フランス軍によるウィーン入場を許してしまった。その後フランス・オーストリア両軍の間で休戦協定が結ばれるも、 当時のオーストリア皇帝フランツをはじめ、ベートーベンを支援してきた、ルドルフ大公をはじめとする貴族たちもこぞって疎開、ウィーンにおける音楽活動は途絶えてしまう。ちなみに、この頃のベートーベンはというと、彼の住居近くにも砲弾が落ちたことから、弟カールタクの地下室に避難、不自由な生活のもとでも作曲を続けていたものの、たまりかねて、 ウィーンの街中を我が物顔で歩くフランス軍将校と、すれ違った際に将校に向かって、拳を上げながら、もし大尉法と同じぐらい戦術に精通していたら、目に物を見せてくれようにと叫ぶこともあったと言われている。当楽曲は、全基礎不スケッチを終えてから1年余りを経て、1810年11月に、まず、ロンドンのクレメンティ社から、さらに翌181年3月から4月に、 かけては、ドイツのブライトコップフーンとヘルテル社から、それぞれ出版されている。初演については、まず、ドイツにおける初出版の2から3ヶ月前にあたる1811年1月13日に、行われた、ロップコビツ公爵宮殿における定期演奏会の中で、ベートーベンの弟子の一人で彼のパトロンの一人でも、ある、ルドルフ大公の独創により非公開ながら、初演を実施。 その後、同年11月28日に、ライプツヒにおけるゲバントハウス演奏会において、フリードリヒ・シュナイダーの独創による初めての公開初演が行われ、さらに翌1812年2月12日には、ウィーンのケルントナー東和劇場において同じく、ベートーベンの弟子の一人であるカール・チェルニーの独創によるウィーン初演が行われている。1802年に、 自らの聴覚障害に憂いて、ハイリゲンシュタットの衣装をしたためて、以来、ベートーベンが抱える難聴は悪化の一途をたどって、来ているが、それでもピアノ競争曲のカテゴリーにおける前作、ピアノ競争曲第4番と長長までは、初演に際してベートーベン自らが独創ピアノを、努めてきた。しかし、当楽曲の作曲途上においてもたらされた、フランス軍による、 爆撃音は、ただでさえ進行中だった難聴を、より重症化させてしまい、ついには当楽曲の初演に、ピアノ独奏者として関わることを諦め、他のピアニストに委ねるに至っている。とはいえ、当楽曲の初演は不評に終わり、その影響からかベートーベンの存命中に二度と演奏されることはなく、さらに新たに、ピアノ競奏曲を、自身の存命中に書き上げることはなかった。後年、 フランツリストが好んで演奏したところから、当楽曲は名曲の一つに数えられるに至っている。なお当楽曲は完成後最初に行われたロップコビツ公爵宮殿における非公開書演の場で、ピアノ独奏を務めたルドルフ大公に検定されている。当楽曲に付されている皇帝という通称はベートーベンと、 ほぼ同世代の作曲家兼ピアニストであり、楽譜出版などの事業も手掛けていた、ヨハンバプティスト・クラーマーが、有婚相談とか異風堂々といった、当楽曲で抱いた印象から付与したものと言われ、ベートーベンの死後、主として、英語圏で定着した。もっともこの、皇帝という通称をめぐっては、フランス軍に攻め込まれ、オーストリア皇帝やベートーベンの支援者たる貴族たちが、疎開していった。 状況下で不自由な生活を強いられていたベートーベン自身が皇帝を想起しつつ作曲を進めていたとは考えがたく、たとえ当楽曲の曲奏が皇帝のイメージと結びついているとしても作曲当時の状況から考えれば不相応と言わざるを得ないとの指摘も一部の専門家からなされている。独奏ピアノに加え、歌表に示す必要楽器類から構成される還元学を要する。 全三楽章構成となっており、第二楽章と第三楽章は続けて演奏される。演奏時間は39から40分で、ベートーベンのピアノ競争曲の中では最大規模を誇る。ありがとうございます。